わっさっ、吉村です。そしてはい、どうも、マッチです。はい、ということで今日はチャスさんに来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はですね、アチャプさんに来てもらったということは、最強キャラランキングやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、まあちょっとね、言うことがあるんですけど、僕はアップデート来てから全く触ってません。ちょっといろいろありまして。はいはい、なので見てください。こいつもさっき買いましたはい、なので今回は、まあ、いつもはねアチャピと一緒に考えたりしてるんですけど、ちょっと今回は申し訳ないですけども、全任せ、俺も聞く側に回りたいと思います今回は。はいはい、ということでじゃあ今日は、はい、よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。アチャピの方でも多分一緒に動画撮ると思うので、よかったらね下の概要欄から、YouTube 飛んで見に行ってください。お願いします。お願いします。いきますよ、レッツゴー。はい、ということでじゃあ早速やっていくんですけども、今日はトップ10ということで、早速、はい、第10位からよろしくお願いいたします。はい、まず第10位のキャラクターはこちら、はい、キッドですね。来ました、キッド。まぁ、ちょっとね、意外と俺やってないけど話題にはなってるよね。うん、なってます、うん、はい、じゃあキッドの現環境での立ち位置とか説明よろしくお願いします。はい、まあ、キッド単体でももちろん強いですと、まず大前提、うん、はい、でそれプラスやっぱりね、キッドダリルの組み合わせがもうめちゃめちゃ流行ってて、特にノックアウトとかね、うわ見たいわ、ここら辺でマジめちゃめちゃ流行ってて、うん、本当に最強レベルなんですよ。なるほどね。もうマルチ潜るともうこの編成としか当たらないみたいな。それノックアウトがってこと？そうです、もう基本ノックアウトですね。なるほどなるほどなるほど。うん、ノックアウトでめちゃめちゃ多い。まあ、このチーズバーガー、ハンバーガー、うん、はいはいはい、ガジェット1つ目のガジェットが、まあ、下方修正ちょっと弱体化された、確か 40% から 30% になったんかな。そうだね、ちょっと、うん、そんなもんだった気がする、うん、ちょっと減ったんですけど、まあ、まだあんま変わんないよねっていう感じで、まあ、強いし、まあ、普通にそのキッドダリルと組み合わせなくても、このダンボールのガジェットで消えて、まあ、奇襲して、そのキッド単体のやっぱ攻撃力も全然高いから、そう、だからもうシンプルにキッド自体も強いし、キッドダリルでもめちゃめちゃ強いよねということで第10位になってます。はい、ありがとうございます。いや本当なんかこの前俺が開いた大会もキッドダリルが多かったらしくて、そう、そう、結構多かったみたいな話は聞きました。はい、うん、なので流行ってるということで、使ってみてって言っていい？え、言っていいっす。使ってみてください。はい、はい、じゃあ次第9位お願いします。はい、続いて第9位ですね。第9位のキャラクターはこちら、はい、マックスです。はい、マックス来ました。まあ、このキャラは前回、まあギリ入ってたんかな。はい、じゃあ現環境でのマックスの、立ち位置とかよろしくお願いします。はい、もうマックスはね、やっぱりハイパーチャージがめちゃめちゃ強いなっていうのを感じます。うん、はいはい、やっぱこのハイパーチャージ使って、まあ、みんな重なってる時にハイパーチャージ使うと、うん、やっぱ足も速くなるプラス、うん、必殺技のチャージ率も、まあ、全員3人重なってたら 75% ずつね、みんな、はいはいはい、増加するんで、もうそれがめちゃめちゃ強いなっていう風に思います。やっぱりそのタンクと合わせてもかなり強い、うん、例えばダリルだったりフランケン、まあ、そこら辺タンクと組み合わせても強いし、逆にタンク以外の、まあ、タンクメタのキャラクター、ニタだったりサージだったりの、うん、やっぱハイパーチャージとかも貯めたいじゃないですか。貯めたい。そうなった時にそのみんな重なって 25%+25%+25% で 75% のハイパーチャージが貯まると、あとウルトもね、はい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 、それマジで強いなっていう風に思いますね。確かにね。まあ結構これは知識として入れといた方がいいっていう情報だもんね。そのマックスのハイパーチャージ使った時に3人が重なってると 25%×3 全員がウルト溜まりやすくなるから、そこは野良でやるとちょっと難しいとかあるかもしれないんですけども、味方にマックスが来た時とかね、うん、あとチーム組んでやる時は絶対にハイチャー使うなって時はみんなで重なってね、タイミング合わせるともうめっちゃ返せるってことだよね。そうです。うん、やってみてください。はいはい、ありがとうございます。はい、次はじゃあ第8位お願いします。はい、第8位いきます。第8位のキャラクターはこちら、チェスターです。
聞いたよ、チェスさん。まあ、前回のシーズンとか環境だと、まあ、1位ぐらいの強さだったんですけども、まあ、第8位ということで、うん、じゃあ今の環境でのね、チェスターの立ち位置よろしくお願いします。はい、まあ、チェスター自体のね、まあ、強さはマジで変わってないんですけど、下方修正とかも特になく、はい、うん、まあ、なんか環境的にやっぱりね、長射程とか来た時とかやっぱりちょっと射程ないなっていうのは感じるし、うんうん、まあ、タンクのゴリ押しが来た時にテスターで止まるかって言われたらね、ちょっと怪しいっていう感じではあるんですよね。なるほどなるほど。そう、やっぱ相手にねダリルとかがやっぱめちゃめちゃ多いと思うんですけど、そのダリルに対してやっぱウルトでスタンを引けたらいいんですけど、うん、そのスタン以外だった時にやっぱりこすられて一気に削られちゃうんで、うんうん、まあ、そうなった時に、まあ、前よりかはちょっと渋くなったっていうのと、うん、まあ、あとはそのあれですね、タンクメタだったらチェスター以外に、まあ、他に強いキャラがいるのかなっていうので、なるほどね、まあ、この順位になったかなと、前よりは下がったかなというふうに思います。まあ、結構タンクメタみたいな感じの環境になってきたと。だからそうですね、タンク、そう、うんうん、理解した理解した。はい、チェスター自体は別に弱くはなってないよって感じですね。そうです。はい、じゃあ次第7位お願いします。はい、第7位いきます。第7位はこちら。はい、おお、モーティスになります。来たね、ついに入る時が。はい、すんごいたまに来るけど、久々にモーティスが入った気がする。うん、はい、じゃあモーティスの、まあ、現環境での、まあ、強い理由とかね、よろしくお願いします。はい、まあ、自分の動画の方のティア表ではちょっとねモーティス低めに設定してたんですけど、ほう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 、まあ、やっぱりねモーティスめちゃめちゃ強いっていうのはあります。このハイパーチャージが出て、ハイパーチャージを貯めることさえできれば本当に強いんですよ。なるほどね。そう、このハイパーチャージをもう2人に当てて、敵2人に当てて、まあ、往復でね、うんうんうん、往復するとまたハイパーチャージウルトが、まあ、ウルトが回収するんでもう1回撃てると。ああ、そういうこと。そう、火力あとマジでおかしくて、大体、うん、その2回当てればもう全員解けるみたいなレベルなんで、うん、そんな強いんだ。そう、マジで強いっすね。じゃあそっかそっか、モーティスって結構そのタンクとかに若干きついイメージがあったけど、意外とそんなこともないみたいな。そう、まあタンクに対してはもう本当にハイパーチャージウルトで対抗するみたいな。なるほどね。それ以外普通で、うん、普通に回してタンクにはハイチャー使うみたいな感じね。そう、もう今のモーティスはいかにハイパーチャージを貯めれるかみたいな。はい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 、いやー強そう普通に。まあでも動画というか X って結構回ってきた時はうん、めちゃめちゃ強かったけどね。そう、なんでこんな溶けんのみたいなこのさ、ウルトラレアギアとの相性めっちゃ良さそうに見えた。あ、そう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 、往復の2発目当てるときに、1発目はね瞬間で出るからいいんだけど、往復だと早い方がね、うん、当たりやすいから。そうですね、もうこれ絶対必須レベルで今は強いかなと思ってます。ハイパーチャージ持ってる方は、うんうん、ハイチャ出たことによってこのコウモリ暴風雨がもっと必要になってきたと。うん、はい、なるほど。皆さんということでつけてみてください。はいはい、じゃあ次第6位お願いします。はい、第6位いきます。第6位のキャラクターはこちら、サージになります。お、今回また追加されたね、ハイパーチャージのキャラクターですね。はい、はい、じゃあサージの現環境での強さというか立ち位置よろしくお願いします。はい、やっぱり今の環境って、まあ、ダリルが多かったり、あとはねモーとかもめちゃめちゃ多いし、ゲイルとかもやっぱり多いんですよ。うんうんうん、うん、まあ、そういうキャラたちに対して全員に強いサージ今。なるほどね、流行ってるキャラに強いってことか。そう、ウルトで飛び越えることができて、なんかノックバックもかけれるみたいなのがかなり強いし、まあ、それがねダリルとモーに対してめっちゃ強いんですよ。なるほどね。そう、モーがとつってきても、まあ、ジャンプして避けてそのままカウンター決めるみたいな。はい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 、はい、だからめちゃめちゃ強いし、あとはハイパーチャージですね。ほうほうほう、これね、このハイパーチャージ自体は個人的には評価はそこまで高くはないんですけど、うんうん、まあ、プラスアルファで持ってたらもちろん強いねっていう感じになってます。ああ、じゃあ別になくても今の環境をサージが強いっていうことなんだね。そう、はいはいはい、あ、じゃあハイチャ持ってなくても全然 OK ってことか、みんな。そう、ハイチャ持ってなくてもいいけど、やっぱり後々なんか終盤になるときにやっぱあった方がいいよねっていう感じ。そう、これ溜まればねめっちゃ強いんですけど、うん、別にサージはなんかあれなんですよ、1段階目がやっぱ一番きついじゃないですか。そうだね。
そうだからその1段階目がきついからその時にハイパーチャージ欲しいんだけど、まあないからみたいな。なるほど。てかこれさ、プラスのパーセンテージ低くね、ステータスの。あ、サージの入っちゃう？うん、 10% ぐらい低くない？あの思うてしまう。確かに、なんかみんな 25% とかじゃないっけ。うん、なんかこれミスってね、普通に。わかんない、どうなんだろう、ミスなのかな。え、こんなんあったっけ、他に。いやー、わかんないっすね。めっちゃ低くない？ちょっと後で確認してみよう。おお、お願いします。うん、はい。まあじゃあそんな感じで、ハイじゃなくても今の環境は強いよってことですね。はい。はい、ありがとうございます。そしたら第5位お願いします。はい、第5位いきます。第5位のキャラクターはこちら、ガスです。来ました、ガス。強化が入りましてね、バランス調整で。はい、強化入りました。はい、じゃあガスのね、現環境での、まあ、どういう風に強くなったとか、今どんな感じなのかっていう説明よろしくお願いします。はい、まずガスの強化内容が、通常攻撃のダメージが2000から2240に上がりましたと。だいぶ上がりましたね。そう。そして一つ目のガジェットの火力が2000からこちらも2240に上がりましたということで、まあ、通常攻撃とガジェットのダメージどちらも上がったことによって、マジで瞬間火力が高くなったんですよ。なるほどなるほど。そう、今までガスの弱かったところって、まあ、本当に火力だけだったんですよ、正直言っちゃえば。そう、火力がないから環境的にもちょっときついし、まあ今までそこまで、まあなんか長射程マップ以外はあんまり使われないし、ガス使うならバイロンみたいな感じで言われてたんですけど、もう今はマジでもうバイロンもガスもどっちも強いレベルで、もうミッド最強レベルでこいつ、マジ、はい、上がってきました環境に。ガチか。使ってみたい。なんかこのウルトでやっぱ味方、このウルトって腐らないじゃないですか、シールド。はいはい、腐らない腐らない。そう、味方につけるのもタンク系だったら、そのトツル系のキャラクターに対して味方につけるのもよし、まあ、自分自身につけてそのデスしにくくするっていう点もあるから、自分自身の火力強化プラス体力を上げるっていう点でもかなり優秀なんで、そう、腐るウルトじゃないからまあ強いなっていうふうには思います、それも。まあ自分につければエイムいらないもんね。うん、うんうん、確かに確かに。っていうのがかなり強くなったかなっていうふうに思いますね、マジで。なんかこの強化でここまで強くなるかっていうぐらいの。使ってみよう。マジで強いんですよ、使ってみた。え、こんな溶かせるみたいな、こんなダメージ出るかみたいな。まあでもそっか、240ってだいぶよね。でもそう、あ、ちょっと、はい、皆さんじゃあ使ってみてください。俺も使うんで。はい、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあもう第4位いいですか。あ、大丈夫ですよ。はい、じゃあ第4位お願いします。はい、続いて第4位ですね。第4位はこちら、バイロンになります。来ました、バイロン。こいつはずっと強いな最近。うん、はい、じゃあバイロンの説明よろしくお願いします。はい、まあバイロンはまあ相変わらず弱体化もせず、まあ、安定の強さということなんですが、はい、まあ、やっぱね、使いやすい。ガスもそうなんですけど、ガスもバイロンもめちゃめちゃ使いやすいです、長射程の中で。なるほどなるほどなるほど。はい、まあ、当てやすいっていうのもあるし、やっぱりね、倦怠感、スターパワーの倦怠感が強すぎる。なるほどね。そう、やっぱキットダリルが今流行ってるんですけど、キットダリルに対してこの倦怠感当てとけば相手の回復量減らせるんで、簡単に溶かすこともできますよと。ちゃんと溶かせるんだ。そう、うんうんうん、なんでそのキットダリルに対してのメタとしても強い。あとはまあダリルとか味方タンクの時にしっかり回復でサポートしてあげるっていうのも強いし、まあ、あとは相手にタンクが来た時に対してもウルトプラスの倦怠感が強いねということで、安定の強さ、はい、ずっと同じ強さって感じか。うん、かなり強い、はいはい、で、エイムが苦手な方はこのガジェットのブースター注射で3本ずついくんで、それで落ち着いてエイムで当てることができると、うんうん、なるほど、はい、使いやすさも兼ね備えているということで、かなり強いです。当てやすいよね、ちょっと。いや、当てやすいですね、うん、感覚ちょっとわかる、それは、うん、射程も長く感じるし、なんかそう長く感じるのよこのキャラは、うん、めっちゃわかる、うん、相手にいてもそう、そう、うん、マジそう、当たるっていうやつは当たるし、うん、めっちゃわかるわ。はい、ということで第4位はバイロンでした。はい、はい、じゃあここからはトップ3いきたいと思います。はい、第3位お願いします。はい、いきます。第3位のキャラクターはこちら、
はい、ゲイルになります。こいつ、まあ、実質下方みたいな感じだったけど、強いんだ、はい、今。いや、強いっすね。じゃあちょっと、今の環境でのね、あの、立ち位置とか強さ、よろしくお願いします。はい、なんか、リワークかなんかで必殺技の、あれでしょ、うん、まあ、あれって結局、下方なのか上方なのか、いまいち分かってないけど、一応ね、ウルトのダメージが前はその2発絶対当たってたじゃん。で、2440みたいな。はいはいはい。だったんだけど、1640当たるみたいな。でも、敗者使うと2発当たる、うん。あ、そうなんですね。そう。っていう感じだから、敗者使った時は前より火力出るけど、ウルトだけだと1640だけ出るみたいな。はいはいはい、あー、なるほど。でもそれあれでしょ、あの、真ん中ら辺の時にエイムした時だけって感じですか。多分、いやー、どうなんだろう。あの、俺ね、ちょっと本当に扱ってないから分かんないんだけど、1640×2 が出てる人います、うん、分かんないけど。ちょっと、分かんない。多分、今だといないんじゃないかな。いないか。じゃあ、そういう感じだと。そう。うん。ということで、まあ、まあ、じゃあ、まあ、下方ということにしといても、うん、まあ、正直変わんないっすね。ああ、はい、そう。マジで変わんなく強いです。はい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 、はい。やっぱ、ハンターチャージ溜まった時の、まあ威力っていうのは、まあ、間違いなくやばいよねっていう。ハイチャ超強いね。うん、範囲めちゃめちゃ広いし、うん、火力がマジで高いし、ウルトのループ率もかなりするし。確かに。そう、3体に、敵の3体にめちゃめちゃ当てやすいんですよ、このハイパーチャージ。範囲広すぎて。うんうんうん、でも3体当てたら、もうほぼほぼまたウルト回収してる状態なんで、通常ちょこっと当てれば、またウルト回収して連続で撃てると。なるほど、多分なるほどってか、そうだけどね、うん、そうだよねって。そしたら、まあ、盤面、うん、そしたら盤面も綺麗に全員いなくなってるみたいな状況がかなり多いんで、うん、まあ、やっぱハイパーチャージが強い、あとは溜まりやすいっていうのが一つで、うん、はいはいはい、まあ、やっぱり暴風のやっぱ気絶させるっていうのもかなり強いですね、タンクに対して。うん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 。っていうのはあります。で、あとはこのガジェットの竜巻が、まあ、とつってくる系のキャラクターに対して強い、モーだったり、うん、まあ、あとダリルとかに対しても強いっていうのがあるんで、まあ、かなり環境的にも刺さってて、まあ、タンクメタならこいつかなと。なるほどね、はい、いう感じになってます。今はもうこいつって感じか。はい、まあ、こいつかサージかみたいな。あー、なるほど。え、コレットはどうなんですか。やっぱそれを2人よりはみたいな。うん、コレットじゃちょっと物足りなさはありますよね。あー、なるほどね。うん、若干の物足りなさがある。そう、コレットでさ、ダメ押しとかでとつってる時にさ、結局削られちゃうわけよ、あれ。あー、自ら言ってるからね。そう、まあ、それで体力なくなって、まあ、ガジェット使うも結局リロード足りずご利用されるみたいなこともあるし、うんうんうん、まあ、もちろんコレットも強いけど、まあ、コレットよりかゲイルサージよねっていう感じになります。ありがとうございます。はいはい、じゃあ次第2位お願いします。はい、第2位のキャラクターいきます。第2位はこちら、はい、モーです。新キャラ、もうやはり新キャラは入ってくると。そうですね。はい、じゃあこいつの強さを説明よろしくお願いします。まずね、火力が思ったより高いですね、こいつ。斜めから撃つ、まあ、斜めから当てると、うん、まあ、なんか3つ判定もらえたりとか。だから何ダメージだったっけ、3600とか確か。1200だっけ。 1200×3 でやるんだから、多分そうですね、パワー11でね。うんうんうん、うん、そうです。だから3600とか、うん、めっちゃ当たりどころ良ければ4800とか出たりするんで。出るね。うん、まあ、その謎の判定ではあるけど、まあ、かなり強いと。火力に対しても、まあ、最初ね、使ってる時、まあ、使いこなせてない時はマジで火力低くて弱いなっていう感じで思っていたんですけど、やっぱ斜めから撃つっていうのを意識すると、まあ、かなり火力出たりするんで、おすすめっていうのと、あとは壁裏判定、うん、一人でね、こいつリコみたいに挟むことができるんですよ。へ、うん、そうなんだ。そう、なんていうの、3段階に分かれて、そのスタッパ石切りにすると3段階に分かれて、なんか時差じゃないけど、そんな感じで弾が出ていくんで、うんうんうん、壁裏判定も、まあ、かなり広いっていうか。なるほどね。なんか爆発しながら行くじゃないですか、うん、だから判定が広いんですよ、まあ、サンディみたいに結構壁裏広がったりします。石切りね、スタッパーね。そうで、あとは当てやすかったりエイムしやすかったり、まあ、あとウルトがめちゃめちゃ強いなっていう風には感じてますね。あー、やっぱそう、あのウルト、これ下方修正入ってこの火力マジかって感じです。あ、これでもやっぱ全然強いんだ。いや、めちゃめちゃ強いですね。
なんか体力少ない敵に対してはもうとつったら絶対キル取れるしみたいな、各キル間違いなく取れるんで。パワー11だといくつ出てんの？え、必殺技ですか？うん、1600ですね。あーで1600ともう一発入るよね、なんかその引くダメージ。いや、そうっすね、そうっすね。なるほどね、それは確かに強いね。でノックバック効果もあるんで、これあるね。でこのウルト、そのさ、これそうそう言うの忘れてた、これさ、モモの強いところって、うん、リロード、普通の通常ウルト使う前にリロード3つ使ってウルトで潜るじゃないですか、うん、でウルトすぐ解除するんですよ、うんうんうん、で通常状態戻ってもう1回通常攻撃3発打てるんですよ。リロード3つ溜まってるんですよ、もうそうなったら解除したらみたいな。そう、解除したらウルト3つ溜まってるからそこから3つ連打みたいな。うんうんうん、でもエグ火力出るんでマジで強い。それがね、あの仕様だったらやばいよね、普通に。てか普通やばいと思います、ね、そう、もうなんか強い点がねめちゃめちゃ多い。なんかでもエイムが悪かったら逆に火力出るとかそういう感じやん、ね、だからあの ちゃんと当てるってよりかはなんかちょっとずらして当てるってことだね。だからそう、ちょっとずれても当たるし、なんかそれが意外と火力出たりするしみたいな、うん、トゲみたいな石の破片か、うん、はいはいはい。まあ意識することとしてはまっすぐ当てるっていうよりも斜めから当てるっていうのをマジにすると。斜めの立ち位置で当てるってことね。そうそう、自分が斜めに立って敵より斜めの角度に立って当てると、うんうん、まあ、石の破裂の仕組み上ってことだね。そうです、はい、ありがとうございます。はい、じゃあモーはもうだいぶ強いと。はい、だいぶ強いです、はい、じゃあラスト第1位お願いします。はい、もう第1位はこいつでしょう。はい、いきます。第1位はこちら、はい、ダリルです。まさかのウルトがちょっと変わっただけに、ね、1位に君臨してしまうということで、はい、俺のダリルどこ。はい、ということでじゃあダリル1位ということで、じゃあどんな感じで強いんですかというお話を。はい、もうダリルはねウルトが2回使えるということで、うん、これまあ何がやばいかっていうと、長射程マップでも使えるようになったんですよ、このダリル。なるほど。はい、まあ、例えば錆びれたアーケードとかめちゃめちゃ縦に長いじゃないですか、うんうんうん、だからああいうマップで長射程多いんですけど、そのウルト2回使えるから楽々相手のところまでたどり着くことができるんですよね。はい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 、それがマジで強いっていうのと、あとは2回使えるんでウルトのエイムが結構苦手な方、今まで1回ミスったらマジうわーみたいな感じだったけど、うん、そのウルトミスっても2回目があると保険があるんで、はいはい、かなり強いなっていう風には感じてますね。もう1回当てに行けるし逃げれるし、そうウルト1回使えるようになっただけでこんな変わるかっていうね。まあ間違いなく過去一強いよね、ダリル。いや間違いないと思います、うん、それはあるかもね。みんななんか使ってて楽しそうだし、やっぱ、うん、はい、もうサッカーのドリブルとかももうめっちゃ遠くからいけるしみたいなのもあるから、もう本当に強いなっていうふうには思ってますね。まあ本当に今までねダリル弱かった点、別に火力とかはなんかちょくちょく情報修正とかされたりしてるんですけど、うん、やっぱねウルトよね、ウルトはね、そう、うん、なんで、まあ、そこがしっかりと強くなって、うん、最強のダリルになったという感じかな、マジで。ぶっ壊れという立ち位置でもない。どうやろう、意外と怪しい、ピュアイラインって。あー、なんかピュアイライン結構じゃ本当にそんぐらいのレベルで強いんだ。そうですね、まあなんか毎回負けた試合、ダリルに負けた試合はダリル強で済ませてる気がします、ね、ああ、じゃあ本当に、なるほどね、そういう感じか。そうです、マジで強いと思います。なるほどなるほど。ぶっ壊れってなっちゃうとね、何かしら下方入りそうだけどね。いやそうですね、やっぱなんかダリルのメタが、うん、サージとか言ったじゃないですか、うん、でもちろんねダリルのメタってサージではあるんですけど、さっき言ったように2回転がれるんで、うん、1回目でサージのとこまで転がってサージ飛ばせるじゃないですか、うんうんうん、でその間にもう1回壁とか反射させて転がってサージに行くみたいな、うん、ことができちゃうんだね。そうできちゃうから、じゃあそれが強いよねやっぱり。ダリルメタはシェリーじゃないですか。いやまあまあまあそうなるけどシェリーが使えるかどうかってことになる。そう、シェリーシェリーとか行くのはいいけど、シェリー無視されて遠くまで転がっていけちゃうから、シェリーの逆まで行きちゃうから大丈夫。確かに追えないね。そうそう、追えないんですよ、うん、行かなきゃいいんだもんね、だって。そうです、確かに。なるほどな。じゃあこいつはちょっと、はい、じゃあ
ぶっ壊れ付近だとね、何かしら火砲が多分来ると思うわ。でも多分それでも強いと思う、うん、強いと思いますね、うん、まあ今のうちに楽しいダリル使っといてください。はいはい、ということでじゃあ今日はこんな感じで終わるんですけど、最後まあちょっと気になったのが修正で強くなったね、まあ、明らかにめっちゃ強くなったストゥーですね。はい、ちょっとこいつも評価としてアチャピさんに聞きたいんですけども、ストゥーは現環境どうすかと。ストゥー全然強いとは思います。前よりやっぱだいぶ強い。いやかなり強いです、うん、火力と、まあ、ただあれ何が変わったんだっけ、はいはいはい、ガスヒールの HP 増えたのは分かるんだけど、あとダメージ、あとはシンプルの HP ですね。あ、 HP が増えたからガスヒールの、回復のも上がったってことか。いやまあそれの HP が上がったらガスヒールが上がったっていうのはよう分かんないけど、ああまあそうかもしんない。 HP が5800から6400に上がったんですよ、うん、だから多分ね580だったじゃん前。あ、そうそう、580から640に上がった。だから多分比例してんだと思う、ここが。なるほどね。まあどっちもだから HP とガスヒールが上がってだいぶ強くなったっていう感じなんだけど、かなり強いの、うん、いや強いですけど、やっぱねマルチはダリルとかタンク系がめちゃめちゃ多いんで。あーなるほどね。なんか火力不足だけがって感じですね。なんか昔のガスみたいな。はい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 、はい、簡単に言えば、まあ、そんな感じで火力不足で、まあ、押し切られることが多いから、うん、まあ、そんなめちゃめちゃ強いわけではないけど、普通に競技シーンとかガチバトルとかだったらかなり強いなっていうふうに思います。なるほどなるほど、はい、理解しました。ということでじゃあ、今回は以上で終わりたいと思います。はいはい、じゃあアチャピさんありがとうございました。何でした。アチャピさんのチャンネルリンク下の概要欄に貼っておくので登録お願いします。お願いします。では終わりましょう皆さん。それではまた、バイバイバイ。